本殿前の階段鳥居田村神社は、滋賀県高架市土山町にある神社。旧社格は、県社。境内のうち、第一鳥居から第二鳥居並びに、第二鳥居から街道橋まで、東海道が、山道の一部を通る。毎年2月18日を中心とした3日間に、取り行われる、役除け大祭で有名である。追人天皇45年4月8日、高賀王が、 天テラス大臣を報じて、高下引雲宮に、鎮守した、大和姫命の精霊を、鎮災して、高座大明人と称したのが、当社の始まりという。平安時代、坂の上の田村麻呂は、佐賀天皇に、鈴鹿峠の悪鬼を平定するよう命じられ、たちまち悪鬼を平定した。その際、田村麻呂は残っていた矢を放って、この矢のくどで万民の災いを防ごう。 矢の落ちたところに自分を祭りなさいと言い、矢の落ちたところに本殿を建てさせたとされている。田村丸が亡くなった公認二年の翌年、公認三年に佐賀天皇の直によって坂の上の田村丸を祭る祭壇が鈴鹿峠の西の峰に設けられた。そして同年、この近辺で薬病が発生したために佐賀天皇の直命によって当社で薬除けの扇等が行われた。 これにより、当社は、役よけの神として数計されるようになった。また、田村麻呂が、鈴鹿峠の悪気を討伐して、交通を安全にしたことにより、交通安全の神としても数計されるようになった。公認13年4月8日に、高座大明神の傍らに西の峰にあった田村麻呂を、祭る者を移して、高座田村大明神と称した。天文の陛下により、 佐賀天皇新筆の直学を消失したが、江戸時代の寛永15年には、ゴ水ズ天皇より、正一伝村大明神の直学を歌詞され、鳥居に放棄した。江戸時代を通じて、田村麻呂の子孫である、一関藩主田村氏の崇敬が扱った。かつては、別当時として、田村麻呂が江戸政党の時に年時物として携えた、延賃自作の千寿観音を本時物として、 一度を、講座屋に建てた、神宮寺があったが、神仏分離により、慶応四年に、神宮寺との関係を解き、神宮寺にあった、田村マロ年寺仏の千獣観音は長久モデラに、移された。1872年には、講座神社と名称を改め、1887年4月6日に、許可を受けて田村神社と改称した。また、この間に犬舎に、列格している。 1907年、鈴鹿峠の西の峰にあった田村神社が三重県亀山市の片山神社に合祀されている。重宝として田村マロ所持の素養屋の五軒と八重尻三個がある。吉崎稲荷社、ありがとうございます。